ベイビーレイズジャパンは日本の女性アイドルグループ、レプロエンタテインメント所属。2012年にベイビーレイズとして結成。2015年にベイビーレイズジャパンに改名した。2018年に解散。2012年5月にベイビーレイズとして結成。グループ名のベイビーは可愛い子ちゃんという意味だが、一方で、レイズには不意の襲撃、奇襲、強襲などの意味がある。 その名の通り人気アイドルグループのライブやイベント会場に乗り込んではファンの獲得を目指すというプロモーション手法を取っており、オフィシャルサイトでは乗り込み、乗っ取り、アイドルと称していた。命名はプロデュースした神奈川 IQ。デビューから2年後までに日本武道館公演ができなければ解散という公約があったが、2014年12月に日本武道館公演を開催して、 解散は回避された。同じ事務所の先輩でもある元アイドリングの菊池亜美が結成時から関わっていた。公式に菊池亜美パイセンの元集められたと紹介され、パイセン役として動画にもたびたび登場して、グループ名やデビューの日程も菊池から発表された。2012年9月に CD デビュー。定期イベントを行っていたポニーキャニオン本社のある トラの門にちなんでトラをモチーフとした顔王ポーズや指サイン、トラズガラのグッズ、トラマークなどを採用していた。2015年にベイビーレイズジャパンへ改名した。日本一のアイドルになること、日本武道館を満員にすること、紅白歌合戦への出場などの目標が掲げられていたが、ノルマや公約ではなかった。また、活動理念として、エモーショナルアイガロックを掲げ、 メンバーそれぞれの個性に合わせたビジュアルに変更された。合わせてトレードマークとして郊外水をイメージしたアイドロックマークが採用された。解明前は楽曲にも虎をモチーフにしたものがあったが、解明後はグッズなどにも虎モチーフのものは少なくなった。ただ、振り付けや指サインでは虎をイメージしたものを使用していた。9月24日に開催された山中湖。 交流プラザキララでの野外ライブをもって解散した。菊池の公案により、虎ノ門にあるポニーキャニオン本社1階イベントスペースにおいて、週1回ほどのペースで公開練習、公開自主練、公開稽古と称してフリーイベントを実施した。3以降、ミスターカトゥーが MC を務めた。毎回客席の拍手で優勝者を決めた。当初は CD デビューまでとされていたが、 2015年3月まで継続された。第1章、第2章グループコンセプトである、乗り込み乗っ取り活動としてたグループのライブや、イベント会場に赴き、ライブを行うことを直談判したり、会場周辺でティッシュやチラシを配る活動を行った。また、都内各所で、ゲリラライブやゲリラチラシ配りを行った。2012年、2013年、2014年、2016年、 順位は、オリコン週間ランキング最高位。会場限定版。ありがとうございます。